大谷48号特大本塁打、4848の大記録にレジェンド大興奮、世界中が伝説を目撃している。ドジャースの大谷翔平選手が日本時間18日敵地マーリンズ戦に1番 DH で先発出場。3回の第2打席で5試合ぶりの一発となる48号を放ちました。先日のカブス戦で48盗塁目もマークしており、前人未到の48本塁打&48盗塁を記録。初回の第1打席は相手先発マコーンに見逃し三振に倒れたものの、2打席目できっちり修正し、4点を追う3回1死1塁、内角に入った変化球をフルスイング。打った瞬間に確信するような打球はあっという間に右翼脊上段に突き刺さり、敵地スタンドのファンすらも両手を突き上げて驚きを表現しました。この一発で2006年のデビッド・オルティスを抜き、 DH でのメジャー最多本塁打を記録。この記録にはライブ解説を務めていたオルティス氏も、なんてことだ、信じられない、素晴らしい、称えることしかできないよ、彼なら本当に DH 初の MVP を見せてくれるかもしれない、と大興奮でコメント。またメジャー通算219本塁打は韓国出身の中心数を上回り、アジア選手最多本塁打となっています。昨年 WBC の決勝戦で世界一に輝いた球場でもある思い出の地、ローンデポパークで記録ずくめの一発。またこのツーランで110打点とし、打点リーグトップの座を奪還しました。シーズン51発51盗塁ペースとし、いよいよ前人未到の 50-50 が目前に迫ってきています。この前人未到の大記録には米放送局でライブ解説を務めた往年のレジェンド、ジーター、オルティス、エーロット、カブレラ、プホルス、マルティネス、マグワイアらが大興奮で本音を語っています。レジェンドたちも待ちきれない偉業。本日も大記録を更新した大谷選手に対し、ジーター氏は次のように反応。本当にすごい、ベースボールの歴史が動いている、毎日大谷がホームランを打つかどうかドキドキしているよ、彼は誰よりも素晴らしい選手だし夢を与えてくれる、 50-50 を見れるのが本当に楽しみだ、このように子供のような目で語ったジーター氏。さらにデビッド・オルティス氏も、今日も最高のホームランだった、先日は MVP がどうかという話をしたが、大谷が史上最も素晴らしい選手なのに変わりはないし、私はファンとして 50-50 を待ち望んでいる、誰よりもね、翔平は本当に最高の男だ、このように語りました。また2023年までタイガースで活躍し、打撃3冠と2度の MVP にも輝いたことのあるミゲル・カブレラ氏は、大記録を更新している大谷選手に対し、自身の経験も踏まえながら次のように称賛しています。本当に素晴らしい記録だ、どこまでいけるのか、もう大谷の話題で持ちきりだね、それだけすごいことをやってのけてるし、もちろん僕自身も注目している、引退してから解説者として呼ばれることが多くなったけど、彼らの気になる話題は8割以上が大谷のことについてなんだ。先日40-40を達成したがどう思う、 50-50 はいけると思うかって感じにね、試合解説者というより大谷解説者を名乗ろうかと思ったくらいだ。いずれにせよ野球ファンの関心はそれだけ高いということ、誰も成し遂げたことのない偉業を彼は次々と達成しているからね。それに 50-50 の話題で影を潜めているけど、大谷は打率や打点も素晴らしい、各打撃部門でチーム1位を独占しているし、常に改善を重ねている、本塁打と打点はほぼ間違いない位置にいるから、あとは打率かな。ライバルとしてはブレーブスのオズナが挙げられるが、これまで数々の不可能を可能にしてきた大谷のことだ。 50-50 と三冠王の達成という両立不可能な記録さえ実現するのではと、ついつい期待してしまう。これからもさらなる高みを目指してほしいね。またカブレラ氏と同じくメジャーリーグの偉大な打者として知られるアルバート・プホルス氏は、大谷選手のバッティングが好調な要因について独自の分析をしています。私は翔平は 50-50 を達成できると思うよ、エンゼルスに入団した当初から素晴らしい男だったけど、
ドジャースに移籍してからはさらに神がかった活躍をしている。何よりも毎試合バッターボックスで見せる集中力が素晴らしい。大抵の選手だと期待がかかったり達成可能な記録が目の前にあるとどうしても浮き足立ってしまう。頭の中で考えないようにしていてもついつい欲が出てしまうんだ。これは人間である以上仕方ないことだし、ある意味で自然現象なんだ。でも翔平の場合は違う。彼も人間だからプレッシャーとか欲はあるはずだけど、いざバッターボックスに立つと私心を完全に捨てているように見える。余計なボール球には決して手を出さないし、死球になったら淡々と塁に向かう。レギュラーシーズンも終盤、確実に打てる回数は減ってくるのにね。いろんな角度から翔平を称えることができるけど、一番に挙げるとしたら僕は彼のメンタリティを推す。今シーズンの凄まじい成績は全てこの精神力に裏付けされているんだ。大谷選手のバッターボックスでの振る舞いを称賛するとともに、不屈の精神力も絶賛するプホルス氏。かつてエンゼルス時代を共に過ごし、間近でその凄さを見てきたからこそ発言には説得力がありますね。驚異の盗塁成功率。さまざまなレジェンドが大谷選手の活躍に反応を示していますが、メジャー通算229本塁打のノーマ・ガルシア・パーラ氏は、ここまでスタジアムをコントロールできる選手はいないと前置きした上で次のように述べています。長きにわたるメジャーリーグの歴史の中でも大谷ほどファンを熱狂させるプレイヤーはこれまで見たことがない。前世紀のボンズやサミー・ソーサでもここまでの影響は及ぼせなかったと思っている。今やドジャースタジアムだけでなく敵地でもスタンディングオベーションの嵐だからね。プルヒッタータイプの打者は誰もが怖がるだろうけど、大谷の場合は逆方向にもフライが打てる。僕が見た限りホームランを狙っているんじゃなくて、ただボールを当てに行ったように見えたんだ。なのにこれが彼の場合だとホームランになる。本当に信じられない男だよ。いずれにしても大谷のプレーを見るのは心が躍るね。観客席だって一瞬の静寂が訪れて次の瞬間には盛り上がるんだ。本当にあの光景はたまらないし、言葉ではうまく言い表せないよ。大谷という存在が巻き起こしたハレーションなんだ。実際に大谷選手のプレーを観察し、独自の見解と敵地の盛り上がりについても言及したガルシア・パーラ氏。また2005年にマーリンズで22勝を挙げ最多勝に輝いた名投手のドントレル・ウィリス氏は、もともとホームランが打てる打者なのは知っていたが、正直言ってここまで走れるタイプだとは思わなかった。投手にしてみればこれだけ塁上をかき乱す選手は厄介だろうね。それに大谷が盗塁に成功するとスタジアムのボルテージが一気に上がる。盗塁の成功率がこの時期にもかかわらず 90% を超えていると知ってますます驚いたよ。このまま状態をキープできれば 50-50 は実現できると思うよ、と大谷選手の盗塁に焦点を当てながら見解を述べています。レジェンド OB たちのこうした発言に夢の大記録への期待は高まるばかりですが、レッドソックスなどで通算219勝を挙げサイ・ヤング賞を3度も受賞したペドロ・マルティネス氏も大谷選手の打撃に驚きを隠せないようです。もはや弱点が見つからない男だ。レジェンド投手として野球殿堂入りも果たしているマルティネス氏ですが、米メディアフォックススポーツのポッドキャスト番組内で大谷選手の凄さについては次のように述べています。人というのは驚きを通り越すと思考が停止するんだと思い知ったよ。その場でパッと凄さを形容する言葉は出てこないし、周りからどう思うか聞かれてもなんて答えたらいいかわからない。本当にコメント泣かせさ。全くもって大谷はすごい男だよ。まあそんな中でも一つ挙げるとすれば、今シーズンは文字通り弱点がないといったことかな。内角高めだけは唯一低い打率となっているけど、ここに罠がある。本当に危険なゾーンなんだ。少しでも投げミスすれば痛打される可能性が高いし、しっかりと投げ切らなければならない。しかしそれは大谷と対峙する投手にとっては至難の技なんだ。よっぽどの心臓じゃないと難しいと思う。現役時代各球団のエースとして投げ続けてきた実績をもとに大谷選手の凄さを投手目線で語ったマルティネス氏。さらに
メジャー通算354勝を記録したロジャー・クレメンス氏も同番組内で大谷選手の話題に触れています。記録のインパクトで忘れがちだけど、彼は今シーズン怪我を抱えた状態でここまでの成績を残している。本来なら復帰するだけでもすごいのに、あまりにも自然に振る舞うから怪我をしていることを忘れてしまう。以前彼はコメントで、右肘のケアはずっと続けていると言っていたが、これで全てが万全の状態だったらどうなっていたか。史上初の記録に誰もが熱狂しているけど、もしかしたら来年はもっとすごい成績を残すかもしれない。まだ気が早いかもしれないけど、大谷だからついつい期待してしまうね。右肘のリハビリを続けながらの大記録の達成に率直な思いを述べたクレメンス氏。また1998年にシーズン70本塁打という伝説を残したマーク・マグワイア氏は、ホームランバッターならではの目線から大谷選手を絶賛しています。往年のホームランバッターも絶賛。かつてビッグマックの愛称でメジャーリーグを席巻したマグワイア氏は、大谷選手の活躍については次のように述べています。まさに完璧な男と言って過言ではないと思う。去年までは投打のツーウェイが話題を呼んでいたけど、今年は別次元の凄さでファンを魅了している。私もホームランを打つことには自信があったし、今でも一つの時代を築き上げたという自負がある。ひとたびバッターボックスに立つと、スタジアム中が総立ちになって注目してくれた。今でもあの光景は忘れないし、素晴らしい思い出だけど、大谷の場合は私以上にスタジアムを盛り上げている。敵地であれほど観客のボルテージを上げられる選手は彼以外にいない。誰もがチームの垣根を越えて大谷という一人の野球選手を応援している。まさに時代を作り続けているんだ。さらにマグワイア氏と共に最多本塁打争いを繰り広げ、野球ファンを熱狂の渦に巻き込んだサミー・ソーサ氏も大谷選手の凄さに言及。個人記録ではなくチームプレーに徹していると前置きしながら次のように大絶賛しています。今シーズンの彼を見ていると、とにかくチームプレーに徹していることがわかる。全ての行動が次につながっているんだ。あくまでチームが勝つことを最優先し、次に個人の記録がついてくるということをしっかりと理解している。限られた野球人生の中であと何回これほどの大記録に挑戦できるかはわからない。もし私が大谷の立場になった時、欲を出さずに戦えるかについては自信がない。それほど野球人生には限りがあると分かっているからね。でも彼は決して欲張らずにチームの歯車の一つに徹する。バッターボックスでも一球一球を大切にして、小さなことをコツコツと積み上げていく。とてもじゃないが素晴らしいという言葉だけでは彼を表現しきれないね。チームが勝つことを第一に、メンバーを信頼して戦う姿勢を見せる大谷選手。こうしたアプローチが常勝ドジャースの土台になっていそうですね。皆さんはレジェンド OB たちの熱いメッセージについて、また50-50の達成についてどのように感じますか？ぜひ感想のコメントをいただけると幸いです。最後まで見ていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。